ふわふわ、味も味も抜群に美味しい。何も変えなくても多分万人受けするこの甘さっていうか、ほんのり甘くていい味だと思いますよ。皆さん、いつも YouTube を見てくださってどうもありがとうございます。今日はたくさんリクエストをいただいたんですけど、その中からちょっと紹介させていただきたいと思います。パパさんのキムチ鍋、ナムル丼なども助かりますということで、チロチチさんから、まずリクエストをいただきました。それと親子丼、卵丼、カツ丼など丼の作り方を教えていただきたいです。だしと具材、ご飯のバランスが難しい AKKORD さんから、いただきました。その他ね、この丼ものというあのリクエストが結構あったので、今日はこれから暑くなるので火を使わないで作るレンジでふわとろこの葉丼を作りたいと思います。かっこつけてこの葉丼っていう風に言ったけれども、どうやらあのかまぼことかね、こうさつま揚げみたいなのとかが入ってる、丼をこの葉丼って言ってるだけで、まあ要はかまぼことかがたくさん入ってるふわとろ丼を今日は作っていきたいと思います。ポイントはやっぱりあの火を使わない、うちは IH ですけどガスとかも使わないでレンジだけでできるので簡単ですので、最後まで見てください。それでは材料紹介からしたいと思います。まずは卵、今日は2人前で4個使います。 M サイズ。それと、さつま揚げ2枚ね、小判型の、まあ、小さめです。それとかまぼこは2分の1使います。長ネギも2分の1、それとしいたけは、2つ。調味料はまずは、めんつゆ、今日は私は4倍濃縮のものを大さじ4使います。それとお水が100、砂糖が小さじ2、卵の方で使うマヨネーズね、マヨネーズを入れるとほらふわっとするのでマヨネーズを、用意してください。このマヨネーズは大さじ1杯です。で仕上げに、刻み海苔と七味唐辛子、まあもうあのお好みでわさびとかでもいいですし、これはもう上にかけるものはお好みにです。まあ、今日はめんつゆとお砂糖とお水、これでやりますけど、お醤油とみりんととかあの砂糖とってやると味にこうばらつきが出ちゃったりとかするので、めんつゆを使っちゃうのがベストだと思いますよ、間違いないので。ではまず具材を切っていきたいと思います。かまぼこです。短冊に切りたいと思います。まず半分にしてザクザクと、はい、切っていきます。そうしましたら耐熱皿用意しておいていただいて、耐熱皿に全部入れれちゃいますね。次は さつま揚げ、これも同じように少し薄めに短冊、はい、まずこれも入れちゃいます。しいたけ、これも薄めに切っていきます。斜め切りにしていきますね。具材は全部同じ大きさにした方が、あの丼の時はね、何かゴロゴロしちゃったりとかしないので、なるべく同じ大きさに切ってください。次に調味料もここで入れちゃいます。お砂糖小さじ2ですね。そしてめんつゆ、今日は4倍濃縮のものを入れました。そしてお水100です。これちょっとお砂糖溶けるようにね混ぜておいてください。はい、これをラップしていきます。うちは700ワットなので、そうね、だいたい3分ぐらい加熱したいと思います。まあ、600ワットでも3分ぐらいでいいんじゃないかなと思います。はい、次です。卵4個割っていきます。マヨネーズね、マヨネーズ大さじ1杯これ入れます。ふわっとさせるね、あの効果があるので、はい、ここでしっかり溶いておきましょう。丼の味付けってすごい人によって違うじゃない。一回作って食べてみて、あとは少し濃くしようかなとか、もうちょっと甘くしようかなとかアレンジしてみてね。今日はね、ちょうど真ん中を取ったあの中間の味っていうのかな、それぐらいになってると思うので。ちなみに今今日はレンジでふわとろこの葉丼を作りましたけど、なんだろうな、まあ、ネギと調味料だけで、あとはとんかつスーパーで買ってきて、カツを入れて、で1回こうやってレンチンする。でその後に卵をかけてもう1回これレンチンするんだけど、やるとカツ丼もできるよね。やり方だけ覚えてしまえば自分でいろんなアレンジの丼ができますから。あ、呼ばれた。はいはい、こんな感じになりました。あ、ラップビーって取らないでね、もう1回レンチンするからね、もったいないから。はい、こんな風にいい感じに、あー、椎茸のいい香りがしてます。でこれで今ネギがちょっと硬いんじゃないのとか、大丈夫かななんて心配になるかと思いますけど、この後卵を入れてまたもう一回レンチンするので、この時具材が
片っぽに偏ってないように、今ネギがちょっと偏ってたので、ここでしっかり混ぜてください。次、卵をここに流し込みます。はい、流し込みます。もう一度ラップをします。これでさらに、一応3分私はチンしたいと思います。はい、スタートしました。もし600ワットで3分ぐらいやって1回様子見て、もうちょっと固めたいなと思う人はもうちょっとやった方がね、短くかけて追加してみてくださいね。よしよし、はい、出来上がりました。どんな感じかな。膨らんだよ、いくぞ。よし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 、熱いから気をつけないとね。こんな風にできるの、わあ美味しそう。ではご飯を丼に盛って、それでは取り分けていきたいと思います。半分ずつにして、よしよしよし。本当にね、マヨネーズ入れたからっていうのが一番大きいんだけど、ふわふわだよ。よしよいしょ、いい感じになりました。はい、そしてお好みで七味唐辛子をかけてもらって、で刻み海苔をのせて、簡単だったでしょ。3分3分6分ね、刻んで、あと10分でこれも出来上がっちゃいますからね、全部にね。はい、それではレンジでふわとろこのは丼完成しました。ね、火を使わなくてもこんなふわふわにできるでしょ。ではいただきたいと思います。それではいただきます。もう汗かいてなくていいよ、すごい。作り終わった後も全然熱くない、だってレンチンしただけだから。おお、本当にふわふわ。いただきます。何も変えなくても多分万人受けするこの甘さっていうか、ほんのり甘くていい味だと思いますよ。でこれでカツ丼とかもね、やってね、天丼とかもね。何よりも火を使わないのがいいね。味も抜群に美味しい。白乳さん、あとは AKKORB さん、いろいろ他にもリクエストくださった皆様、どうもありがとうございました。これから暑い時期になりますので、ぜひ火を使わずレンチンだけで作れるこんな丼を作ってみてください。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。ぜひ作ってね。